はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸2をお送りします。で、前回、ポイントをね、がっつりやりましたので、今回問題演習4問です。なので1回ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっとやり方わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、極座標と、直交座標で、簡単に復習すると、極座標っていうのは Rθ を使って座標を表すと。で、直交座標っていうのは今まで使ってきた XY 座標ね、を表したもので、上の問題は極座標から直交座標に直します。で、下は逆、直交座標から極座標に直す、そのやり方を覚えてもらえたらと思います。で、これすごく簡単です。速攻で終わります。あのね、まず1番は、前回のポイントでやった公式を使うんですけど、結局今 Rθ が分かってます。 R が3で θ が6分の π ね。だから X と Y、 これ公式が、公式というか、前回のポイントで書いたんですけど、 X っていうのは Rcosθ なんです。つまり R3 でしょ。で、 θ が6分の π だからこうなります。で、6分の π っていうのは30度ですよね。直し方としては、その6分の π を直したかったら180かけてください。これ、π の代わりに180度ね。申し訳ない。だから30度ってわかります。つまり、cos30°。で、cos30°は2分のルート3なので、ちょっと狭くなってごめんね。x は2分の3ルート3ってすぐわかります。で、同様に y は rsinθ です。つまり3 sin 6分の π。 で、 sin30°ってことだよね。で、 sin30°は2分の1なので、こっちは2分の3。つまり x と y すぐ値出せましたので、 a は x 座標が2分の3ルート3、そしてy 座標が2分の3で、これで終了となります。だからこれだけで使うのはね、ということで、右側もね、そこを終わらしちゃいましょう。 x イコール rcosθ なので、 r が2で、 cos(-6/5π) ですね。で、6分の 5π っていうのが、6分の π が30度って覚えておくと楽なんですけど、それの5倍なんで150度です。つまり、-150°。-150° なんで、これは、単位円書いたときに、ここですよね、ここ。で、そこの x 座標なんで、コサインって、ここ。だから、-2/√3。つまり、2分のが2で約分されるんで、-√3と。こうなります。x はね。で、y 座標。こっち。これマイナス1ですね。-2/1ですね。つまり、y イコール、一応書こうか。サインでした。2sin-6/5π。で、sin-6/5π が -2/1。なので、約分して、-1。つまり、直交座標に表すと、-√3の -1 と。これで終了です。こんな感じで、このね、あと、x イコール rcosθ と y イコール rsinθ を使って直交座標に直してください。で、次が逆です。直交座標は x と y ね、今ね。そっから rθ を出したいと。で、まず r は公式、前回やりました。r イコール x2+y2、これにルートをつけたものです。いいかな。で、x と y すぐ分かってるので、入れちゃおうか。 r イコール、0は2乗で0だし、-2/2すると4なので、ルート4。つまり r は2って分かります。で、こっからなんですけど、参考書とか見てると、ちゃんとやるんだったら今 θ が出したいんですよね。で、θ を出すときにはこれを使います。で、例えば、どっち行こうかな。y 行ってみようか。y が -2 ですよね。
で、マイナス2イコール R サインシータだから、2サインシータってなります、今。ここ R2 だからね。で、両辺2で割ると、サインシータイコールマイナス1になる。で、サインシータがマイナス1になるのってどこって言われたら、ちっちゃすぎかな。まあ、ギリがいいか。サインで Y 座標なんで、マイナス1ってここですよね。で、ここは、今、0から 2π なんで、こっちのマイナスで持ってこれないから、こっちね、270度って、やってください。マイナス90度はダメ。使えないからね。で、270度なんで、これを π に直すと。で、π に直すときは、180分のをつけて、あと π をつけると。で、約分すると、2分の3か。だから2分の 3π って、わかるので、c イコール、r がなんだっけ2で θ が2分の 3π だからこれで終了となります。なんだけど、まあ、自分は、まあ、R は出します、公式使ってね。でこの θ 求めるときにもちろんこうやって、まあ、どっちかに当てはめて解いてもらっても構わないんですが、普通に単位円を書いてしまってやった方が楽かなと個人的には。でどういうことかっていうと、今単円でやったように x 座標ってコサインですよね。で、y 座標がサインじゃないですか。つまり0のマイナス2ってどこって考えた時に0のマイナス2ってここですよね。まあマイナス、y 座標、 y 軸の下の部分ですよね。0のマイナス2って、でこの部分が普通に θ になるんで、何度って考えちゃって大丈夫です。ただ270度で大丈夫で、右の問題は同じ、こっち使ってちょっとやってみますね。で、この、まあ、自分これ簡単なんで使っちゃうんですけど、ちょっと分かりにくいなって思う方は普通にやってください。こうやって。当てはめてね。解いてもらったら大丈夫。で、こっち、まず R 出しちゃいましょう。あれかな。右に円書いた方が分かりやすいか。ちょっと R 下に行こっか。R イコール、ルート3の2乗で3、プラスマイナス3の2乗9だから、ここにルートつける。ルート12。つまり、2ルート3ですね。まあ、R はすぐ出ます。で、このルート3とマイナス3なんですけど、これ前ね、違うところの単元でもやったんですが、結局、単位円書いて、その何度って、まあ、C で何π って求めたいときっていうのは、1対1か、ルート3対1の比率でやります。サインとコサインに関しては。で、これ、両辺って言い方おかしいね。X と Y をルート3で割ると、こっち1ね、ルート3で割ると。で、こっちは、こうなる。で、これ、ルート9と一緒だから3っていうのは、これ、約分すると、マイナスルート3になります。比で言うとね、これが変わるわけじゃないよ。座標が変わるわけじゃないけど、比で言うと、1対マイナスルート3なの。で、それが分かっちゃえば、あ、これ単位円。ちょっと縦長だね。書くときに、1対マイナスルート3。だから、1対 x 位置ね。1対マイナスルート3で、この位置なんだよね。ここ。で、今マイナス使えないですけど、マイナスで考えたら、ここ60度分ずれてると。こっち。つまり、こっち回転で考えたときは300度ですよね。こうやって。だから、あ、300度か。じゃあ300度を π に直してって、さっきと同じ。180分のをつければいいから、どうしようかな。ここでいっか。180分の、300π でしてトントン、6で切れるから3分の 5π と下がってごめんねっていう風に π がすぐ出てくるので、じゃあ OK っていうことで、ひょいっと D は2ルート3そして3分の 5π とこういう感じで、まあ、あともしね、あ、そっちがいいなと思う方はぜひこれでやってみてください。で、普通に当てはめて解いた方がやりやすいっていう方はそれで全く問題ないので、そっちでやってもらえたらと思います。では今回は高校数学数3の極座標と極方程式 ② をお送りしました。今回も最後までねご視聴いただきありがとうございました。で、このタイトルね、ちょっとというか結構続きます。なので次回また問題集やりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。